2022年10月29日午後10時15分、韓国ソウルにて、ハロウィーンの悪夢が目の前に広がりました。幅3メートルほどの細い路地に響き渡った助けを求める人々の叫び声。それでも群衆は途絶えることなく、路地へと流れ込んできます。10代から30代の若い男女が折り重なるように倒れ込み、150人以上が亡くなったハロウィーンの悪夢。犠牲者の中には、前後左右から圧力を受け、立ったまま命を失った人もいたそうです。日本から韓国に留学していた女性2人も犠牲になりました。韓国ソウルで起きた群衆雪崩による圧死事故。現場はドラマ、イテウォンクラスの舞台として、日本でも有名になった繁華街、イテウォン。近年はカフェなども立ち並び、日本からも若い女性客などが訪れるようになっています。しかしこの街は2000年頃まで、ドラッグ、暴力、そして売春など、怪しい雰囲気に包まれたディープな繁華街だったことはご存知でしょうか？朝鮮戦争直後、イテウォンに隣接する地域に置かれた在韓アメリカ軍の基地。軍人たちを目当てにしたクラブやバーが立ち並び、ソウルの中でも独自の変化を遂げてきました。日本でいう六本木のようなきらびやかさと独特の怪しさが同居したこの街は、多くの若者を引きつけてきました。そんなイテウォンの闇を浮かび上がらせるような事件がかつて起きていたことを皆さんご存知でしょうか？イテウォン殺人事件。今からおよそ25年前の1997年、一人の男性がイテウォンで殺害されました。その犯行の異様さで注目を集めた本件は、さらに容疑者の逮捕をめぐって信じられないことが次々と起こり、事件は迷宮入り寸前にありました。当時韓国社会に大きな衝撃を与えたイテウォン殺人事件とは何だったのでしょうか？今も変わらぬ韓国社会が抱える問題点にも迫ります。1997年4月3日、韓国ソウル、イテウォン。今回の群衆事故の現場からも近い場所に位置するアメリカを発祥とするバーガーチェーン。ここに当時23歳の大学生チョ・ジュンピルさんが恋人を自宅に送り届ける途中立ち寄りました。恋人がカウンターでメニューを注文している間に、一人でトイレに向かったチョさん。しかしその姿を最後に、彼は二度と恋人の元に戻ってくることはありませんでした。やがて血まみれの変わり果てた姿でトイレの中から発見されたチョさん。彼は何者かに背後から襲撃され、首や胸など9箇所を刺され、出血多量で亡くなっていたのです。ほどなく匿名の通報から一人の容疑者が浮上しました。その人物とはアメリカ軍の兵士を父親に持つ17歳の少年、ジョン・パターソン。この通報を受けて在韓アメリカ軍の捜査隊がパターソンの身柄を拘束、聴取などを行い、犯人との確証を得た上で韓国当局に引き渡しました。面識もないチョさんを殺害したその動機、それは面白半分。このようにして起きた17歳の少年による理由なき殺人。しかもアメリカ軍の関係者であることも分かり、韓国国内では大きな衝撃が走りました。しかし本件はここから思わぬ方向へと向かいます。それは共犯者の存在。なんと事件現場にはエドワードリーというパターソンの友人もいたことが明らかになったのです。韓国当局はエドワードの身柄を拘束。その後事情聴取にて、彼は現場にいたことは認めた上で、殺害したのはパターソンだったと供述しました。しかしこれに対しパターソンは、殺害したのはエドワードと主張。両者の供述は真っ向から対立する形となったのです。ですがしかし事件直後、頭から足まで血まみれだったパターソンに対し、上着に少量の血痕が付着していただけのエドワード。また供述内容もエドワードの方が信憑性が高く、本件の主犯は限りなくパターソンの可能性が高いと思われていました。しかしそんな中、事件は思わぬ展開を迎えます。それは韓国当局がなんとエドワードを主犯として逮捕したのです。
なぜパターソンによる殺害が有力の中、エドワードを主犯としたのでしょうか。その理由、それは次の2つです。鑑定結果、そして嘘、発見器。1つ目の理由の鑑定結果、ここからナイフの刺し傷が上から下に向かっていることが判明し、そこで長身の人物による犯行との見方が示されました。被害者チョさんの身長は176センチ、これに対しエドワードの身長は180センチ、ですがパターソンの身長はおよそ170センチ。長身のエドワードでなければ犯行は難しいとされ、エドワードの主犯説が信憑性を帯びてきたのです。そして二つ目の理由とされる嘘、発見器。韓国当局は二人を嘘、発見器にかけたところ、なんとエドワードが嘘をついているという判定が出たと発表しました。こうした結果を鵜呑みにした韓国側は、アメリカ側の意向を無視する形でエドワードを起訴。一審、二審ともにエドワードは殺人の容疑で有罪となり、一方パターソンは証拠隠滅など軽い罪での有罪判決を受けました。ですがしかし、その後の最高裁では、本件はさらに思わぬ展開をたどることになります。それは、それまでの裁判で有罪とされていたエドワードに対し、最高裁は証拠不十分として無罪判決を言い渡したのです。つまり本件は、チョさん殺害に対して誰も裁かれないという理不尽な結果になったのです。さらにその後、本件は信じられない展開へと発展します。それはパターソンの逃亡。最高裁でのエドワードの無罪判決を受けて、パターソンが真犯人であると告訴し、検察も再捜査に乗り出したのですが、しかしパターソンはすでに韓国を出国し、アメリカへ帰国していたのです。本来なら逃亡の恐れのあるパターソンの身柄をしっかり押さえておかなければならなかった検察。しかし彼の身柄の拘束を怠り、その隙をつく形でパターソンはアメリカへ逃亡を図りました。この時パターソンは韓国政府を揶揄するように、三流国家に捕まるものかと嘘吹いたといいます。パターソンの主犯との見立てを示したアメリカ側に逆らってエドワードを起訴した韓国当局。しかし証拠不十分で無罪となり、真の容疑者は国外逃亡。なぜこんなことが起きてしまったのでしょうか。当時韓国国内では、韓国当局の低すぎる捜査能力やアメリカへの歪んだ対抗心などが指摘されました。さらに腐敗した検察が金銭などと引き換えに何らかの手心が加えられたのではないかなど、様々な憶測が広がりました。このようにして23歳の若い命が奪われた本件は、両親の思いも虚しく風化の道をたどることとなります。しかし数年後、事件は思わぬ形で再び注目を集めました。そのきっかけ、それはチャン・グンソク主演の映画イテウォン事件。なんと本件をモチーフにしたサスペンス映画が制作されたのです。事件の発生から12年後の2009年に公開されたこの映画で、事件を知らなかった若い世代がずさんな捜査や理不尽な裁判結果を知るところとなり、韓国国民の怒りが沸騰したのです。これを受けて韓国当局は再捜査を開始。そして事件の発生から18年が経過した2015年9月、ようやくアメリカに逃亡していたパターソンの身柄を確保しました。その後の裁判でパターソンは、検察はパズルを合わせるように証人の陳述を集め、私を有罪に追い込んでいると反論しましたが、司法は髪や服についた血痕や目撃者の証言などから見て、パターソンがチョさんを殺害した事実が認められると断罪。そして2017年1月、少年事件が起こした事件で最も重い懲役20年の有罪判決を下しました。実に事件の発生から20年以上の時を経て、本件は大きな区切りを迎えました。一方、当初最高裁で無罪判決を受けたエドワードについて、裁判所は被害者に直接手を下していないものの、犯行現場でパターソンを煽ったことから殺人の共犯と認定しました。しかし一度殺人事件の被告として無罪判決を受けていたため、同じ罪で二度裁判にはかけられない
一時不再離の原則が適用され、彼が罪に問われることはありませんでした。そして彼は無罪になった後、大学に進み、現在は子供のいる普通の家庭を築いているそうです。2022年10月、150人を超える若者の命が奪われた群衆事故。韓国国民は対応が遅れた警察に怒りの声を上げ、警察が警察の捜査を行う異例の事態となっています。繰り返される権力の腐敗や怠慢、韓国社会が繰り返し直面してきた由々しき問題です。一方で、イテウォン殺人事件は一本の映画をきっかけに国民の世論を大きく変えました。作品の力で真実とは何かを問いかける。韓国のエンターテイメントの力を実感させられる事件でもありました。そして何よりも事件の解決を求め続けてきた被害者、チョさんの両親にとって長い戦いにようやくピリオドが打たれることとなりました。判決後、母親はこんなコメントを残しています。来世は金持ちの家に生まれてやりたいことを存分にやってもらいたいと思う。この言葉にはどんな思いが込められているのでしょうか。金の力で真実が歪められたとしたら、母親は今も権力への不信感を抱いているのではないか。そんなことを考えずにはいられません。以上、イテウォン殺人事件について、そして今も変わらぬ韓国社会が抱える問題点について考えてみました。